辛坊治郎サンデーキッス、7時台はゲストをお招きしてさまざまなお話を伺ってまいります。今日のゲストは現役の法医解剖医として20年にわたりおよそ3000体の遺体と向き合ってきた兵庫医科大学法医学講座主任教授の西尾はじめさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。20年にわたりですか？20年。あ、よろしくお願いします。ということは今おいくつぐらいですか？今58ですね。58、はい、ということは、38ぐらいからですか？大学卒業してからすぐ法医学に来たわけではなくて、ほうほうほう、あの大学出てからはちょっとまあ、研究っていうか、ええ、そっちをやってたんですよ。何の研究してたんですか？まあ、一般、まあ、生理学っていうところをやってたんですけど、ええ、で、まあ、アメリカとか留学してたんですけども、はい、まあ、帰ってくるときにちょっと就職所を探してたときに、ええ、まあ、法医学にこう、まあ、ひょんなことから行くことになったんです。法医学って何するんですか？まあ、基本的には解剖してますよね。ずっと、まあ、ずっとっていうか、まあ、法医解剖っていうのは、まあ、大学に属してるので、ええ、だから、まあ、学生の教育とかですね、研究ももちろんするんですけども、それ以外に、まあ、警察からこう依頼のあるあの遺体について、まあ、解剖してるんですね。その解剖もですね、司法解剖、行政解剖、なんかいろいろありますよね。あれどうなってんですか？もうよくわかんないです。何回も私よく殺人事件が見逃されてるって話で、日本はその、司法解剖が少ないからどうのこのみたいな時にいっぱい調べて、その時は全部覚えたんですけど、あっという間に忘れてですね。そうですよね。もう一遍ちょっと基本構造を教えてもらえます？まあ基本的には、まあ2種類あるんですね、解剖の種類に。で、一つは犯罪が関係しているようなもの、はいはい、殺人事件を含めてですね、でそういうものは全て司法解剖されるんですね、はいはい、それどういう手続きなんですか？それは基本的には警察が、まあまあ、調べて、裁判所に、まあ、解剖の必要性を訴えるわけですね。これはちょっとやっぱり殺人事件かもしれませんでと、解剖して調べるの分かりませんでっていうのを、警察が裁判所に許可取るわけですか？許可取るわけです。ほうほうほう。でその許可状がいわゆる俗に言う令状というやつなんですね、はいはい、でその令状に従って、まあ、僕らは解剖すると。なるほど。死因特定してくださいとか、そういう話ですね。まあ、どこを殴られてるんですかとかですね、はいはい、薬物を飲んでるんですかとか、そういうことが、まあ、調べてくださいっていうことが書かれてるので、まあ、解剖してそれを、まあ、調べて警察へ報告するとっていうのが司法解剖ですよね。それが年間何件ぐらいなんですか？まあ、都道府県によっても違うんですね、ただ、まあ、うちの場合は兵庫医科大学の場合は司法解剖の数っていうのは全体の4分の1ぐらいですね。解剖の中のですか？そうですね。いや、そのよく話題になるのが当時ね、例の京都で凄惨殺人事件があったじゃないですか、はいはい、まあ、高齢女性がご高齢の男性を次々殺害してって話があったじゃないですか、はい、あれはたまたま警察の勘でこれはちょっとおかしいんじゃないのって言って司法解剖に回されて分かったみたいな話が当時あってですね、 その時に全国の都道府県の司法解剖の例ケースを見てみたら、ほとんど司法解剖行われてない件もあって、なんか殺人事件やるときはこういう件でやった方がいいんじゃねみたいな冗談があったんですけど、それはあれ、はい、本当の話ですか？いや、まあだいぶ前にはまあ、ごく限られた地域ですけども、まあ、そういうふうな、まあ、言い方があったところは聞いたことはあります、はあ、確かに。今はどうなんですか？まあやっぱりそれではまずいということでですね、まあ、やっぱりちょっと警察の方も、まあ、解剖数をまあ徐々にまあ、増やしていると。いや、でもね、北欧とか一部の国だとほぼ 100% 解剖する国あるじゃないですか。日本は、まあ、でもまだ一部でしょ。一部ですね。それは遺族の許可を取りにくいとかそういうことですか？司法解剖に関してはね、遺族の許可はないんですよね。ないね。法律上の要するに必要性に迫られるものなんで、例えば、まあ、家族による殺人事件みたいなことだってあるわけで、それ家族の許可がないと解剖できないっていうんじゃね、困るということがあるので、だから令状を取って裁判所が許可を出すと、それが司法解剖。で、ごめんなさい、もう一つの解剖が、はい、でもう一つっていうのは基本的には犯罪は関係がないだけども、死因がわからないという遺体ですね、はい、でその死因を調べるための解剖っていうのが、まあ、あるわけです。それどこからの依頼ですか？それは法医解剖というのは 100% は警察です。遺族から頼まれて解剖するということはないんですね。で死因がわからないっ
時には、今のところはですね、監察医医務院っていうのがあるような地域が、まあ、東京と大阪と神戸はあるんですけども、そこの地域で亡くなった場合は死因究明のために、まあ、そこの監察医務の場所で解剖が365日行われています。ほうほう。ただそれ以外の地域では監察医がいないの で、でそれは大学が大学の法医学教室で一般的には承諾解剖という、ほうほうほう、まあ、承諾というのは遺族の承諾を取ってという意味なんですけども、まあ遺族に警察の人が死因がわからないので解剖 しましょうかとできませんかと、まあ承諾を取ってですね、で解剖をするとっていうのがまああるという。兵庫県の場合は、兵庫県の場合はだから神戸市内には監察医が行ってるんですね。だから神戸市内で亡くなった場合にまあ、はっきりと亡くなった時に病気ではないんだけども、病気ではなくてただ死因がわからないとっていうような場合は監察医に運ばれてます。なるほど。ジェリーちゃんどう？それは殺人事件の疑いがあるからってことですか？死因を調べたいっていうのは。いや一般的にはっていうか、まあまあ、なぜ亡くなったのかわからないままにしていいのかという問題があるわけですね。うん、明らかに犯罪の疑いがある場合は司法解剖の方のルートに乗るんですよね。ですね。でだからそこまでの疑いがない場合には、はい、遺族の許可を取って、それ何解剖ですか？まあ、承諾解剖。承諾解剖。行政解剖って言い方ないんですか？行政解剖っていうのは監察医が行うのを行政解剖って言うんです。なるほど。じゃあそれは、まあ、いわゆる承諾細胞と解剖と同じこと。同じことなんですね。同じことですか？同じ法律の死体解剖保存法という同じ法律に基づいてるんです。例えばね、今回の今はびこってる新型コロナウイルスで、はい、亡くなったとしますよね、はい、だけど亡くなった原因がこれ新型コロナウイルスなのか他の疾患なのかをやっぱり医学的に突き詰めないと、後々その感染症予防のために必要だというようなケースで解剖するときはこれどういうルートなんですかね。そうですね、微妙ですね。だから実はまあ困ってるんですよ今ね。困ってるってどういうことですか？非常に困るんですよね。だから基本的に僕らが運ばれてきてる時には死因がわからないわけですよ、はいはい、だから遺体が解剖台に乗った時点で死因がわからないわけですよ、例えばコロナウイルスで亡くなってる可能性はゼロではないわけですよ、はいはい、だからそれを僕らはわからないまま切るわけです。それはだけど言われるでしょ、これコロナウイルスの可能性がありますから。いやそれはわからないですね。じゃあ感染の可能性がある場合ご遺体もあるじゃないですか。ありますよ、何でも。そうするとじゃあなんですか、その法医学の先生は、はい、感染症のリスクを追いながらやってるってことですか？まあ、リスクをまあ減らすような手段というか、まあ、防御のはできるだけ取るんですけども、ただ基本的にはやっぱり法医の解剖っていうのは解剖するときに、死因がわからないのが基本なので、それ伝えないのはなぜなんですかね。そういった偏見を持って見ちゃうからとか、そういうことですか。伝えないというのは何ですか？これはこういう死因で亡くなった可能性があると思いますみたいなことを言われないことですよね。だから何も知らずに解剖していくってことですね。そうですね。だから法医で運んでくる遺体っていうのは、例えば病院でね、亡くなった時には大抵死因が分かってますよね、でそういう遺体は法医学の範疇外なんです。法医には運ばれてこないんです、亡くなった時にこれこれ病気です、あれ例えばコロナの感染症ですって分かって、診断がついている遺体は法医学には運ばれないです、だから法医学に運ばれてくるのは亡くなった時に病、まあ、原則としてはまあ異常死体っていうんですけども、病気ではない遺体、はっきりと病院、さっき私が出したような例の場合はおそらく先生のところなんかには回ってこずに病院で解剖しちゃうってことでしょうね。そうですね、解剖するかもわからないです、ね、だからじゃあ日本で行われている解剖例が全部法医学教室で行われているわけではないということですね。違いますね。日本で大体何体ぐらい解剖が行われててるんですか、そういうのも全部、ね、法医解剖ちょっと今詳しいあれをちょっと覚えてないんですけども、まあまあ、司法解剖が1万体ぐらいじゃないんですかね。そんなにあるんですか？あると思いますね。8000か、まあ、そこらだと思います。じゃあ承諾解剖は、承諾解剖というのは地域、これ予算が基本的には都道府県がやるんですよ、だからしっかりやるところもあれば、基本的にはもう予算がないのでやらないという都道府県もあって、さっきの話ですね、できるだけそれだったら殺人事件はそう予算のないところでやった方がいいってことですね。そうそうそうって先生そういう感じになるんですよ。あ、なるほどね、
じゃあと頼む、例えてさっきの例で言うと行き倒れかなんかでこれあのもしかすると病死か事故しか分かんないんでって運ばれてくるような遺体の場合はさっきみたいに何の病気で死んだか分かんないから感染症のリスクがあるということですね。ありますね。ああ結構怖いですね。怖いですね。先生のところには具体的にどういった遺体が運ばれてくるんですか。だからまあ死因が分からない遺体がまあ多いわけですね。だからまああのまあ誰かと、まあ典型的に多いのはこの頃はまああの高齢者の一人暮らしの人が増えてますよね。だから高齢者が一人暮らしをしていて何かの拍子に、おそらくは大抵は病気なんでしょうけども亡くなったとしますよね。そしたらけどすぐには見つからないですよね。そしたら死後だいぶ経って、まあ、2週間とか3週間の、まあ、1ヶ月2ヶ月とかあるんですけども、そうやった時になんか匂いがするぞと、で警察が行ってみると死んでたと、そういうのが、まあ、あの そういう遺体が見つかった時にはその亡くなった時の状況が全くわからないですよね。腐ってしまってますから、そういうのは解剖するんですよ。でも高齢だったら、それ先生やるんですか。やりますよ。それだけどなんか強烈な匂いを発しているあのご老人のご遺体がこうその解剖台の上に立ってて、正直うわじゃあ勘弁してくれよと思うことないですか。いやまあ確かに匂いは慣れないですよね。ああ確かに慣れないですね。匂いはきついですよね。いやそんな状況でも死因って分かるもんなんですか。死因が分からないことも多々あるんですけどもね、ただ死因が分からないっていうことと解剖して何も分からないということではないんですね。ほうほうほう。だからやっぱり例えばあの時間が経ってると脳がもう頭を開けると脳なんか溶けてしまってます、はいはいはい、でも脳は溶けていてもですね、まあ、脳出血とかしてたら赤いもんが塊が見えるはずですよね。あなるほどなるほど。だから溶けてるんだけども、まあ、真っ白けのものがまとめてるんだったら脳出血ではないっていうことは分かるわけですね。だからまあ解剖すればこういう死に方はない、例えば殴られてないとかですね、はいはい、首が絞められてないとか、はいはい、骨折してないとかですね、あの消化管に出血はないとかですね、ただ分かるんですけども、まあ、死因が必ず分かるかっていうと、まあ、分からないこともあります。あの、ね、ヒントのないなんかみたいなもんで、そのご遺体がここ目の前にあるだけで、はい、それでご遺体見ただけでは死因なんか分かんないじゃないですか、そうすると脳なのか心臓なのか、腸管なのか、あるいは全然違うとこなのかっていうのは、片っ端に、ね、もう全部調べていくわけですか。そうですね。どれぐらい時間かかるんですか。まあにまあ、僕は早いんですよね。だからやるの、まあ、2時間ぐらいですかね。2時間ぐらい、1体につき2時間で大体突き止める感じ、はい、そうですね。ものすごい不謹慎なこと聞きますけども、どこからメス入れるんですか。まあまあ、胸から腹までまず切りますよね。縦に切りますね。でまあ、あの胸郭をまあ開けて、はいはい、で心臓、胸郭、まあ、横隔膜から上が、まあ、胸腔というところで、はいはい、で横隔膜から下が、まあ、腹腔というところですね、はいはい、だからそこを開けて、あの腹と胸を開けて、でまあ、そこの臓器、胸を開けるとここ肋骨、胸骨ありますよね、はい、どうするんですか。ここはまあハサミで切るんですよね。あ、ハサミで切るんだ。切るんです。骨を骨ってハサミで切れるんですか。切れます。それはあの健康の人の骨は切れないですよね。その亡くなった方の骨はなんかこうちょっとなんだ、いや腐食してきてるから切れるとかそういうことなのか。いや切れますよ。え、健康な人の骨でも切れる。ハサミもごついハサミなんですか。ごついハサミですね。枝切りハサミみたいな。そうですね。ちょっと言ってみればちょっと大きなハサミ、こういう小さな普通 の, あの文房具のハサミじゃないんですけどね。骨も切れるんだ。そうなんだ。で切ってって どうされるんですか。ね、切って、まあ、前をこうボンと開けるわけですね、はい、そうするとまあここに胸腔というのが開きますから、そしたらまあ胸っていうかまあ肺とその前に心臓が入っている心脳膜っていうのが見えるの で,、うん、でまあ心臓と肺をまあ観察するというか、うん、どうですか。そのご遺体見てその胸を開いて開けた時にその人のなんか人生みたいなものが見えることあります。まあ、人生っていうか、まあ、どうなんですかね、まあ、あの解剖台に運ばれて、まあ、外を見た段階でもやっぱりまあそういうのを感じる時はありますよね。あ、こんな境遇だったんだろうなとかっていうのが。で、若い方もいらっしゃるんですか。若い人もいますね。それはまあ赤ちゃんもいますから。あ、それは辛いですね。じゃあそれ辛いとかっていう気持ちには なるもんですかね。なりますね。なる。で、若い女性だったら、わあなんかかわいそうだなとかって思ったりします。まあまあ、若い人は、まあまあ、それはあの高齢者の方が多いんですけどね、けど、まあ、あのやっぱりいないことはないので、まあ、
なぜ亡くなったのか、まあ、そういう、まあ、それなりの境遇というか、ええ、やっぱり社会的なそういう、まあ、何かの問題を抱えている人も多いので、はあはあはあ、うん、なんとかならなかったのかなと思うことは多いですね。なるほど、なるほどね。辛いな、慣れないですよね。でもそれが仕事でも、あ、だいたいあのホルマリンにまず使ってたりなんかするもんですか？そうですね。いや、しないですね。生ですね。生っていうのは生ですね。あ、よくほらお医者さんになるには必ず一点解剖経験しますよね。はいはい、あの時のご遺体は検体でされるの で、ね、ホルマリンの中に大体入ってるもんですよね。はい、そうです。それはあの系統解剖っていうやつですね。はあ。だからあのそれはあのまあ亡くなった時に自分の遺体をまあ医学生の教育のために検体しておくって登録してるわけですね。で、亡くなった時に、まあ、そういうあの解剖学教室が担当するんですけども、そこ の、まあ、あの教員が持って行ってですね、で、まあ、そういうあの教育に使うまで腐敗させてはまずいので、まあ、ホルマリン処置をするんですね。なんか私が聞いた昔、これ冗談なのかもし本当なのか分かんないんだけど、はい、そういうところの検体のところなんかホルマリンのプールみたいなのがあって、はい、ご遺体がその中入ってて時々浮かんでくれると棒でこうして浮かばないように下沈めでみたいな話を聞いたことがあるんですか？あれ嘘ですか、はい、デマですか？あれはあの昔はそうしてたみたいです。確かに。そうですか。ただ今はそこを今はそうせずにですね、まあ僕もあの詳しくはないんですけども、遺体を、まあ、そういうホルマリンの液の、まあ、あのなんていうんですか、こういう小さな部屋、まあ、あのプールじゃなくてお風呂桶みたい な、まあ、みたいな、はいはい、そういうところに入れてちょっと熱をかけるんですね、うん、で、あのでそうすると、まあ、外からこう固定したりとか、あ、であるいはその血管から、まあ、あのホルマリン液を全身にこう回すということをして、まあ、固定しているみたいですね。なるほど、なるほど。だからプールの中にドボンと沈めてっていうようなことは、まあ、全部の大学のことを知らないですけども、まあ、やってないところもたくさんあると思います。なるほど、いや、いっぱい聞きたことあります、ね、興味深いお話を伺ってますけれども、一旦、はい、曲に行きましょう、はい、キスネームバルバスバウさんからいただきました。バルバスバウ分かりますよ、バルバスバウって。え、何ですか？からない。大きなタンカー等の船の下にはですね、手先のところで水面からのところに前にデボッと出てるのイメージ分かります、はい、船の手先って水面の上に見えるというのはシャープにシュッとこう斜めになってますね、はい、その下にあのバルブみたいなものがついてんですよ、うんうん、船のへさきの下のところに。これはですね、うん、先にそのバルバスバウっていうやつで波を発生して、うん、船本体が発生する波とこう打ち消し合って波が立たないようにするための仕組みなんですけど、まあいいや、そんなことはどうでもいい。でも船にお詳しい方ということでしょうね。船にお詳しい方ですね、はい、はい、吉澤佳代子残ってる。今日のゲストは兵庫医科大学法医学講座主任教授の西尾はじめさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしょう、あの先ほどちょっとあの曲を聴いてる間にドラマの話にちょっとなりまして、はい、ドラマでよく解剖してるシーンとかってね出てきたりしますけど、うんうんうん、あの辺でなんかちょっと違ってたりすることってあるんですか？そうですね、ドラマで法医学に関するドラマって時々ありますよね、うん、昔から、うん、であるんですけども、大抵はなんかあのこう殺人事件みたいなのの事件を、はい、まあ、あの主人公と、まあ、警察が協力して、まあ、あの謎を解いていくと、うん、っていうようなのが、まあ、あの主な筋になっていると思うんですけども、はいはい、実際の法医学ではあの私どもが、まあ、解剖するものがあの警察と一緒に捜査をしたりっていうことはありえないんですね。そこで手を組むことはない？ないですね。情報のやり取りはもちろんするんですけども、あの、まあ、稀にはあの僕もあのちょっと現場に行ってくださいって言われることはあるんですけども、あの一緒になってなんかその捜査をするとかですねっていうようなことはないですね。いや、でもほら運ばれてきた遺体を解剖してたらですね、あ、これは殺されてるみたいなことはないんですか？いや、あのその時点で大抵も分かってしまってるんですよね。解剖してる時にも胸に刺さってるとかですね、あ、すでに刺さってるものが運ばれてくるとか。そうだ、いや、例えばあの遺体死因不明だったけどこれはヒ素いっぱい盛られてるとかそういうの分かんないですか？薬物に関してはやっぱりちょっと危ないんですよね。結局後で血液を分析してみないと分からないんですよね。そういうことなんだ。だから見ただけでは分からないですね。分からないんだ。分からない。
あ、じゃあ解剖した後に血液の検査もするんですか。しますね。まあ、えみこちゃん、ほら、ほら、ほら、え、血液ってそれもう、あ、なくなってたらもう血液って流れてないじゃないですか。それって腐敗してたりしないんですか。そうですね。ありますね。だから血液がない時は臓器を使うんですね。はあ、例えば肝臓とかですね、はい、あるいは筋肉とかって残ってるので、そこからちょっとあの分析をするんですね。へえ。今までで何体ぐらい解剖されてるんですか。まあ、3000ぐらいだと。3000ぐらい、はい、年間は。年間この頃、まあ、200から300の間です。200から300、じゃあ2日に1体を解体解剖してらっしゃるってことですか。今までで一番難儀だった遺体ってあります。難儀だった遺体っていうのは、まあ、その考え方によるんですけどね、死因がわからないっていうのも難儀といえば難儀なんですね。はあはあはあ、でただまあ、死因はもう分かってるんだけども、あの時間がやたらとかかるっていう遺体もあるんですよ、解剖するので。どういうことですか。だか例えばもうあの状況的にもあのなんかあのなんかあの怨恨かなんかでですね、まあ、刺しましたとか、刺されましたとか、はいはい、で全身に多数刺し傷がありますね、っていうような場合は時間がかかるんですね。一個一個の傷を調べていかないといけないからということですか。一つの傷を、まあ、どこをどっち向きにどのぐらい刺してるのか、その刺してる途中でどういう臓器を損傷しているのか、どこが一番致命的だったかとか。そうですよね。だからそれを調べるとは言えないんですよね。時間かかるんですよね。あの傷口から刃物の種類や大きさみたいなものも分かるんですか。まあ、ある程度は分かりますよね。あの形を見れば片刃の包丁なのか両刃なのかとかですね。片刃か両刃かも分かる。それはあの皮膚を見れば大抵分かるんですね。すごいな。私医療系のドラマ見るのだけでもちょっと辛いぐらいなのに本当にやってるわけですもんね。あの、まあ、慣れないとは思うんですけど、はい、最初から抵抗なかったですか。まあ鈍感なんでしょうね。僕ももともと法医学に来たわけではないんですよね。だから、まあ、あの法医学に最初から来る先生っていうのは、まあ、そういうのが好きな先生もいてるので、解剖が好きな先生っていうかね。分かる分かる、そういうの好きな人いますよね。ただ僕は解剖あんま好きじゃないんですよ、基本的にね。ただまあ仕事としてやらざるを得ないので、まあ、やってるというところもあって、まあ、あのちょっと違うんですけどね。どうですか、なんかその解剖をした後はステーキ食べづらいなとかそういうことはないんですか。あんまりないですかね。ないですか。そんなこといちいち考えてたらやってられない。やってられないですね。やってられるかっていうのは初めからそうですか、それとも慣れたんですか。あんまり最初から抵抗はないですかね。もう仕事と割り切ってっていう感じ。そうですよね。だけどそんだけたくさんメス使ってればですね、生きた人の手術なんかも相当うまいだろうと思うんですけど、違うもんですか、やっぱり。違うと思います。下手だと思います。なんでですか。何が違うんですか。僕もあの外科のあれは知らないですけど、まあ、あの生きてる人っていうのはやっぱり例えば切ったら、血管を切ったら出血しますよね。します。しないように丁寧にやるわけですよね、はいはい、僕らは出血はしないんですよね、はい、指導止まってるから、だからむしろあの血管はどんどん切るわけですよ。はあはあはあ、言ってみれば大雑把というか、まあ非常にダイナミックにやるわけですよ。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。で、結局基本的にはこう頭っていうか頭蓋骨から胸腔、胸ですね、で腹、腹部ですね、でそれを全部開けて臓器を全部出すわけですから、それを2時間かそこらのうちにやるわけですから、はあはあ、だからまああのそんなことはやってられないですよね、臨床ではね。脳外科の手術なんていうのは非常にこう微細なというか、非常に精緻なやり方をしますので、そういうやり方とはちょっと違うんですよ。なるほど。どうなんですか、そんだけの遺体とこう向き合って手術っていうか解剖してると、自分の体も全部もうあの開けなくても見えてる感じでしょ。いや、見えてるっていうか、まあ、基本的にはみんな一緒ですからね、構造は。どんな美人でも、まあ、一緒ですよ、ね、おばあちゃんでも、まあ、一緒です。おじいちゃんでも、まあ、一緒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 。なんか人見た時に、はい、どうせ内臓は一緒だとか思うわけですか。思ってますよね。この人ここがちょっと違うだろうなみたいな、そういうのとかはないんですか。いや、だから太ってる人はそれは皮下脂肪が太い、あと厚いだろうなとかいうぐらいは、お腹の中を出す時に脂肪がたくさんあるので出しにくいんだろうな。やっぱ太ってその程度なのか。その程度です、ね、痩せてる人の方がやりやすい。あ、やりやすいですね。え、じゃあパッてこう人とこう通りすがる時、あ、この人簡単そうやなとか、そういうの思いない。いやいや、そんな風に思ってないですけどね。じゃあそれこそ、その自分がもし死んだ時にその検体に
使ってもらうってなった時に太ってたらちょっと迷惑ってことですか？いや、そんなことはないですね。それはまあ、太ってるって言ってもけど、まあ、その系統解剖っていうのになると、うん、はい、基本的にはまあ、その勉強するとか筋肉とか、うん、血管の走り方とかですね、はい、神経とか、まあ、臓器を見るわけなので、はい、まあ、脂肪は邪魔なんですよ、はっきり言うと、はい、脂肪を取るということに関してはやっぱり太ってると、うん、まあ、取るの取るのに時間がかかるので、うん、まあ、大変といえば大変なのかも分かんないですけどね。あ、なるほど。全然違う話なんですけど、うん、今もうちょっと人権団体等から反対されてですね、うん、展示が行われなくなった人体の不思議みたいな、ほら、なんか中国で、はい、あれどうやって作ってるのか、プラスチック加工かなんかした人のスライスとかなんか見せてる展覧会みたいなやつあったじゃないですか。はい、ああいうのって専門家の方はどう見てるんですか？もう行ったことありますけどね。行ったことあります、はい、あれはまあ学生の時かなんか行ったことがあるんですけど、まあまあまあ、問題がまあいろいろ指摘ねされたりしていて、どういう、うん、ちょっとまああまり詳しく考えたこともないんですけど、まあ日本っていうところは遺体を見ないですよね。死体を見ないですね。新聞にも載らないし。そうですね。タイあたりは平気で今日の死体って出ますよね、新聞にね。出てますよね。どういうことですか？今日の交通事故とか殺人事件とかの死体が新聞にグラビアみたいに今日の死体みたいな感じで死体がだって並んでるんですよ。写真が載るんですか？だけど、まあ、確かに先生おっしゃるように東日本大震災の時に2万人ぐらいの方が亡くなられているわけですよ、はい、そうすると当然遺体安置所じゃなくても、それ遺体安置所に収容される前に海岸線とかなんとかたくさん遺体ご遺体があるわけじゃないですか、うん、日本のメディアは絶対遺体取らないし、うん、撮ってても映像の中でそれは切るか、だからテレビのニュース見てても遺体映らないじゃないですか、はい、ところが東日本大震災の後日本以外の外国のテレビでニュース見てると外国のメディアは平気で撮っていくから、外国のテレビ見てると東日本大震災でご遺体がたくさん並んでるっていうのが、日本のメディアはやらないですけど外国はありますよね普通に。なんでなんですかね、わからないですね。日本風のタブーですかね、やっぱり一つの。だって、まあ、インドのガンジス川ですかね。あ、普通に遺体流れてきますよね。私もね、今から40年ぐらい前にガンジス川の、カルカッタでガラタ橋っていうのがあるんですけど、そこの上からこう見てたらですね、やっぱりインドの人も珍しいらしいですね。ガラタ橋の上でわーって人が集まってるんですよ。なんだろうと思って見たら向こうの方からご遺体がプカプカどんぶらこどんぶらことガンジス川流れてきます。日本はないですね。ないですね。先生、これまでに本をいくつか出されたじゃないですか、はい、今時の死体とか、はい、女性の死に方、はい、どういった本なんですか？まあ私が、まあ、積極的に本を出そうというふうに思ったわけではないんですけども、うんうん、まあもともとは研究に興味があって研究ばかりしていて、うん、で、まあ、論文とか書くんですけど、それは専門家に対するものなんですよね。一般の人に対して書いてるわけではないんですね。ただやっぱり解剖してるとそういう社会の、まあ、問題点というか、うん、そういうのが絡んで、まあ、亡くなってる人がたくさんいるので、うん、まあ、そういうことを、まあ、多少ちょっと一般の人に知ってもらった方がいいのかなというふうにちょっと考えてるんですよね、うん、でそういう、まあ、知らせる方法としてはやっぱ本を書くっていうか、うん、まあ、まあいいのかなという感じはしてますけどね。近年の傾向みたいなものあるんですか？その社会背景もそうですし、やっぱり不景気になったらやっぱ自殺する人は増えますし、うん、運ばれてくる人は増えてくるし、やっぱり最近増えてるのはやっぱり老老介護とかですね、うん、高齢者同士で、まあ、介護をしていて、まあ、うん、2人とも亡くなって介護されるとかですね、うん、っていうような遺体もあるし、まあ、一人暮らしの高齢者が増えているので、はい、まあ、そういうちょっと発見が遅れて、うん、まあ、介護になるような例も多いですね。うん、そういう場合って老衰の可能性が高いじゃないですか、そういう高齢者の場合。ね、まあ、そういう場合それでも解剖するんですね。まあ、老衰ってはっきり分かってたらもうやらないですよね。介護する必要はないんですよ。分からないんですね。だからそれをやるかどうかは僕たちが判断しているというよりは警察が判断しているんですね。そっか。なるほど。ちょっとそろそろお時間なんですけど、まだ質問ありましたら。その
で今問題点として、うん、その高齢化だからそういう方が多くなってきてるっておっしゃいましたけど、うん、今後じゃあもしそういうのが増えていったら先生たちが解剖する数も増えていくという感じですかね。そうでしょうね、まあうん、法医解剖医の数が限られてるんですよ、はい、まあ、150人ぐらいだと言われてるんですけどね、実際、うん、日本でですか、はあ、だからマンパワーに限りがあるので、うん、まあ、頭打ちになっているというのが現状ですよね。あ、今が、うん、だからまあ本来的にはもうちょっと増やした方がいいとは僕も思うし、いろいろ分かることもあるのでね、うん、今日本の人たちがどういう死に方をしているのかというのは、うん、やっぱりある程度正確に統計を取っておいた方がいいと思うんですよね。どうですか、この20年やってらっしゃる間に死因って変わってきてます？どうなんですかね、ちょっとわからないですけど、やっぱり高齢者の単独世帯の高齢者が増えているので、だからまあ死因がわからないっていう、遺体というか、まあ、発見されるまでに時間がかかってしまって死因がわからないというようなのが増えてきてますね。まあ、本当に申し訳ない質問ですが、夏場のご遺体と冬場のご遺体は違うでしょうね、きっとね。あ、違いますね、それは。大丈夫ですかね、はい。いや僕が呼ばれた時に、いや僕なんかが言っていいのかなと思ったんですよ。いや大変お話は興味深いです、うん、よくわかりました。いや話が暗くなるから、ね、いやそんなことないですよ。それはだってそう現実だもの、うん、知りたいし知っておかなくてはいけないことだし、だもの、うん、本当ですよね。いや、ありがとうございました、はい、いや、でもそれさっきの冒頭の話じゃないけど、うん、ある意味命がけですよね。どんな病気持ってるか分かんないですよ、怖いですよね、うん、エボラかなんか持ってこられた日にあって感じですよね。ちょっと怖いですよね、うん、ね、分かんないのでね。そうですよね、人一倍対策は、だから対策の方法はご存知でしょうね、他の人も。まあ一応、まずこういうふうにしなさいっていうのは、まあ、学会等から、まあ、案が出てくるので、それに従ってやるようにはするんですけどね、うんうんうん、それでも完璧というわけにはおそらくいかないと思うんです、うん、そうですよね。そろそろお時間となってしまったんですけれども、はい、最後に何かこうメッセージとか告知などあれば。いや、ちょっと一般の人に、まあ、法医学のね、殺人事件の捜査ばっかりしてるわけではない、うん、というところを知ってもらいたいですかね、うんうん。あ、この職業としての話ですか。そうですね、うん、実際の活動としてはやっぱり法医学でまあ、そういう高齢化だったり、うん、その貧困だったりとかですね、なんかそういう社会の問題が、まあ、最もその死体というですね、うん、まあ、重篤な形で、まあ、運ばれてくる場所なんですよね、うん、だから、まあ、そういう情報を、まあ、ある程度ちょっと限られてはいるんですけれども、うん、一般の人に知ってもらいたいと、うん、でまあ、そういう面からすると、まあ、マスコミの人とかですね、うん、に期待するところも大きいです、うん、メス入れてみたら、あれもしかしたら死んでなかったとか、そういうことはないですね。いや、そんなことはないですけど、ね、ちょっと間があった。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは兵庫医科大学法医学講座主任教授の西尾はじめさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。リクエストは神戸市のキスネームツッチーさんからいただきました。酒井正明、さらば恋人でした。それではニュース解説後半戦です。はい、はい、どんなニュースに触れましょう、辛坊さん。どうでしょう、お二人、今週ニュースで気になったことは何かあります？今週、北朝鮮がなんかまた飛ばしてきたじゃないですか。なんで今こんな時期にって思うのと、あと北朝鮮はコロナはどうなってるのかなっていうのがちょっと気になるんですけど。まずなぜこのタイミングで北朝鮮が短距離弾道ミサイルを次々打ち上げてるか。はい、これはですね、実は、うん、金正恩に聞かないとわからない。本当のことは分からない。本当のことは分からない。憶測でいくらでも喋れますよ、これ。まあ、一応一番単純なのはですね、はい、やっぱりここへ来てやっぱりアメリカに無視されてるんで、うん、ちょっとこっちも向けよと、ね、はい、北朝鮮無視すんなよ、
ていう思いだとか、うん、北朝鮮の中で実は新型コロナがかなりの勢いで蔓延してて、うん、体制が揺らいでるので、はい、やっぱ国内の体制をやっぱり俺らはアメリカと戦ってんだっていう体制の、うん、まあ、強化のために国内の締め付けのためにまあ、やってるんじゃないのとかってなどなど言うのは簡単だよ、うんうん、言うのは簡単だし、はい、これがねいいのはですね、何を言ったって答え合わせできないから、はい、女性の場合はね、どんなこと言ったって、はい、そうかなってみんなが思うだけで、そこは非常に言いやすいけれども、うん、何が本当かは結局分からない。北朝鮮感染者数がこう出てこないじゃないですか、うん、でも中国と陸続きだし絶対大すごい数ですよ ね、 ねえ、その出稼ぎにも行ってるし、常識的にはそうなんだけど、うん、でも常識的にはそうなんだけど多分検査もしてないだろうから、うん、ね、PCR 検査すらできないだろうし、やってもいないしやる気もないだろうし、うん、だから何千人か、うん、拘束されてるって話はねどっかに伝わってましたけどね、うん、だけどその拘束されてる理由が予防のためなのか感染してるからなのか、うん、なんだかよくわかんない、風邪の症状があるだけなのかさっぱりわかんないですけど、結局のところこの国に関してはわからないとしか言いようがないよね。本当に困ったもんだね。でもなんとかしてもらわないとね、それこそ中国とかね、その陸続きだったらもしそこでまたなんか、あ、でもで国から出てこないのか、あ、いや、北朝鮮はなんだかんだ言いながら外貨の稼ぐ非常に有効な手立てっていうのが、要するに国民を奴隷のように海外行って働かせて、うん、はい、給料全部ピンハネするっていう体制で、うん、はい、ロシアとか中国とか多分いろんな意味で落ち着いたらその人のやり取りを再開するだろうから、うん、その時に他の国が完全に封じ込め成功してる段階で、うん、なんか北朝鮮から来た労働者が病気を再度ばらまくという可能性は当然残ってるんだけど、まあ、今まだそういうのを心配する段階でもないかなって、これから先の話かなっていう感じがしますけどね、うん、はい、当初感染者数がすごく伸びたイタリアとかイランとかっていうのは中国との付き合いがすごく密にあるっていう、はい、ありますね。一帯一路でヨーロッパの中で一番最初に一帯一路に参加するって決めたのがイタリア で、うん、でイタリアってやっぱり北部って結構工業地帯だったりする、工業地帯でブランド物もたくさん作ってるんだけど、うんうん、はい、そのブランド物を作るに際してやっぱ中国人労働者あるいは中国製っていうのもイタリア製だからといって全部イタリアかっていうと、まあ、もちろんイタリアで作ってないものにイタリア製と表示するわけいかないけど、うん、イタリアでデザインして中国で作らせてるみたいなものがたくさんあって、うん、はい、イタリアの北部っていうのはかなり中国と密接な関係があったのがベースなんじゃないのと当初は言われていたし今でも言われているんだけれども、うんうん、どうも最近のイタリアの発表で言うと、いや隣国のスイスドイツあたりから最初のウイルスは最初の感染者が来てるのはそっち方向なんじゃないのっていう言い方もされてますけど、わかんないんだよそんなもの。今だいたいその武漢ウイルスとかチャイナウイルスとかっていう言い方されてますけれども、はい、いや COVID-19 っていうウイルスが本当はどっから来たのかなんて、うん、まあ最終的にはなんか突き止めていくんだろうけれども、うん、まあ、私はもう中国武漢で生まれたと信じてますし、うん、信じてますけれども、はい、中国はだったら証明してみろよって当然言うわけで、そんなことの証明できんのかって話で、日本政府としてもその見解でしたよね。あ、もちろん、もちろんそれ以外の見解はないですけども、はい、先週のウイルスの学者が面白いこと言ったよね。いや、こんなウイルス作ろうと思ったらすぐ作れますよって言ったし、うん、ね、そうなんだっていう、はい、その時にね、うん、一番肝心なこと聞くの忘れてんだよ。何ですか今回のウイルスは人間が作ったものだと思いますかっていう、はい、聞きましたよ。聞いたっけ、うん、はい、そしたら何つってた。そういう噂はよく毎回感染症があるたびにあって、うん、毎回チェックするけど、うん、違ったっていう結論には至る。違ったというのはなんか証拠がないなのか、見たい分かるのかどうなのか、つまり人為的に作られたウイルスとそうでない自然に生まれたウイルスの区別はつくのかっていう話を聞いてないだろ。そこを聞くの忘れたんだよ先週。そのね、そういう判断の理由ね、聞いたつもりが他の話があんまり面白くて、うん、それ聞かずに終わっちゃったような気がするんで、もう一度ね来てもらって、うんうんうん、お呼びして、あの先生変わってるよねやっぱり。面白かったですね。何が変わってんだよ、うん、服装が変わってんだよ。そんなことないか、服装は普通だったから。普通のお洋服着てらっしゃいましたよ。キャラは普通じゃなかったような気がするんだよ。1週間も経つとだいぶ印象も薄れてきたけどね。
もう一遍来て、もう一遍ねほりやほほりウイルスについて聞いてみようか。そうですね。動物の進化の過程にウイルスが必ずいるみたいな話をしてましたね。そういうこともね、ちゃんとしたその辺のね、人類進化とウイルスの関係について、じゃあもう一遍しっかり聞くということで、そう、今のうちにこれ作っておくと、この先生はだって自分でほら、もしかしたらノーベル賞とか言ってたじゃん。はい、言ってましたね。はい、多分辛坊さんが焚きつけたか、そういうふうになったわけ。本気で当然取れたらいいなは、あのクラスの学者さんはみんな思ってるよね。でまたノーベル賞取れるか取れないかなんて紙一重だからね。で毎回ほらノーベル賞ってマックス3人まででしょ、一つの賞で。そうすると一つの発見なんだけど、発見発明なんだけども、実はその3人だけに限定するのはかわいそうだよなって、4番目もしこれが5人だったらあと2人入れてもいいよなっていう人たちは結構各賞あるからね。そうするともうあれノーベル賞取るか取らないかで知名度天と地ほど違うからね、特に日本なんかは。はい、だから悔しい思いで亡くなっていく科学者もたくさんいるんだろうな、あとちょっとで俺は本当にノーベル賞だったのに。亡くなった後にっていうこともこれまで基本はないですけども、基本はないけれども、なんかスレスレのケースは何例かあったような気がしますけどね。だけど取れるまでに原則はもうちょっとであと何年か生きてたら取れたのになみたいな人もいたはずだし、はい。さあ、それ以外のニュースでは何かありますか？あ、それ以外？あ、いや、以外じゃなくてもいいですけど。その話、またコロナウイルスにちょっと話を戻して、その今回兵庫と大阪の移動っていう話は、その医療崩壊を招かないためにっていう話だったじゃないですか。はいはい。イタリアなんて医療崩壊してるから、私この間新聞で見たんですけど、医師免許を取らずに、そうそう、学生さんでもうすぐお医者さんになれますよっていうのを最後試験免除してもう医療現場に、だから1年生2年生じゃないけどね、もう医学部をほぼ卒業しかけてて、医療の免許、あと日本でもほら最後医学部6年いただけじゃ医師になれるわけじゃなくて、最後医師免許の免許試験と国家試験各通らないと医師としての活動できないけど、イタリアはもうそんなこと言ってる場合じゃないんで、もうだから医学部卒業間近で、あと試験受けるだけの人はとりあえず今多分最終的にもう一遍試験受けろって話にはなると思うんだけど、試験免除して医療現場に放り込むっていう措置をしなきゃいけないぐらい、北イタリアではもう医療崩壊仕掛けてて、仕掛けてるっていうか、もう医療崩壊してるんだろうね。その状態で放り込まれて自分がまた感染してとかね、なんかなりそうですよね。医者もね、1年目とかすら医学部卒業したての医者なんか多分ほとんど使い物にならないはずだからな。そうですね、それこそ爆発を踏まないとね、素人みたいなもんで、はい、それはだってアナウンサーだって、じゃあアナウンサー入って1年目でこれ意外と何でもできたりするんだよね。やっぱりね、命に関わらない仕事はね、うめえじゃんみたいな。ですよね。俺なんかあれだよ、読売テレビ入ってさ、むっちゃくちゃ下手なアナウンサーで、自分がいかに1年目2年目3年目下手だったかよく知ってるから、最近入ってくる女性のアナウンサーなんか見ると、うまいっていうのいますよね、いっぱいある。もう読売テレビの若い女性のアナウンサーで1年目2年目ぐらいで、うまいこいつっていうのは過去何回もいた。今の夕方のニュースやってる中谷忍さんなんか、はい、1年目かなんかでスマタンかなんかに配属されて、春に桜の中継行ったやつなんか、もう最初の中継からうまいこいつっていう、俺の20年目ぐらいと一緒みたいな。20年は言い過ぎでしょ。いやだけどね、この商売ってほら、だけどじゃあはい、最初うまいからね、そのままずっとうまいかっていうと、うまいはうまいで、うまいは下手にならないけどさ、じゃあそれでいいかっていうと、まあいいケースが大半だな。結局いいんだ。でもね、初めからうまいと努力しなかったりっていうパターンもあるかもしれない。大丈夫だよ、俺なんか初めから下手だったけど努力はしたことないよ。そんなことないでしょう。そんなことはないと思いますけど、いい、長年やってるだけです、はい、そうです。だけどね、この嘘か本当は分かりませんけれども、はい、国はそんなことを言ってないってんだけど、大阪府大阪市は、いや確実に来たっていう3月16日付の大阪府兵庫県における緊急対策の提案案が2つもついてるわけですけど、これに基づくと、
これは3月16日時点で、うん、試算では3月19日までの間に患者78人が発生するっていう、うん、だけどこれを上回ってるからね、最初の19日までの患者数は、はい、で次の7日間、20日から3月27日までの1週間で患者が586人に膨れ上がって、うん、3月28日から4月3日までに3374人というのが、今回、大阪府知事が突然大阪府兵庫県内外の不要不急な往来の自粛を呼びかけた根本になった厚生省が大阪府に示したデータだけど、うん、これ本当だったら大変なことになる。4月の3日までに3000人突破したら大阪兵庫地域で、うん、医療崩壊するよねこれ。確かに、はい、だからそうならないように、うん、まあ、今のうちからちゃんと手洗いをして感染防止する、うん、まあ、何回も言ってますけど、このウイルスはだいぶ正体がはっきりしてきたんで、うん、一定の条件が揃った時に爆発的に感染力を持つけれども、そうでなかったらそんなに簡単に、うん、だってね、はしかってすごいんだよ。はしかのウイルスってやつは空気感染するし、はい、で今もはしかも予防接種するからうつらなくなってるけれども、うん、俺ら子どもの頃その予防接種なんかない時代に、うん、例えば幼稚園保育園みたいなところで一人はしかの子どもが出ると、うん、瞬く間にその幼稚園保育園の全員子どもが病気になったから、うん、はしかになったからね、うん、そのぐらい強烈な感染力を持つウイルスもいることを考えると、今回の新型コロナウイルスはそれほどの感染力はない、うん、だから飛沫さえ予防できればちゃんと感染は予防ができるっていうことがはっきり分かってきたの上に、うん、はい、若年層は重症化しにくい、特に女性はほとんどしない、うん、女性は男性の方がだってね、今までで若い人で死んだって中国人の33歳の医者とかその後20何歳の医者とかって、うん、はい、ほとんどが男性だということに気がついてる。女性の若い人で死んだっていうケース、ニュースで見たことある？確かにない。女性の若い、まあ、一切死なないってわけじゃないだろうと思うよ、うん、はい、ないだろうと思うけど、うん、若いね、ご高齢の方で女性の方が亡くなる、おばあちゃん亡くなりましたは結構あるけれども、うん、はい、若い女性で亡くなったって話は確か今のところほとんどないのは、どうもこのウイルスね、理由はよくわかんないんだけど、うん、男の方が重症化しやすいみたい。はー、統計的に。めっちゃそれ気になる。なんでだろう、わからない。わからないですけどね。だから多分なんか理由はあるんだと思う。それがね、かなり顕著な倍ぐらいの差があるみたい、重症化率。それはトイレの後の手洗いですね。本当だ。私もさ、話戻りますけど、ジュリア財のコーナーで今日ご紹介したスープ、ちょっと鍋谷さんがリベンジで作ってきてくださいました。この濃さだわ。さっきシャバシャバ、水がもう 2,3 倍だったから。あ、どうですか。これだ。味噌と豆乳のスープ、うん、この濃厚なね、うん、お味噌と豆乳のね、うん、香りとね、うん、このなんか舌触りっていうんですか、この滑らかのね、はい、柔らかいとろっとしたね、うん、これがね、なんか心まで和む感じがします、うん、さっき鍋ちゃん作ったやつね、なんだよこれ、この思いみたいな、みたいな。何これっていう。まあ、日本人はね、古くから味噌を食べてきてるから、まあ、そうですよね。なんかこう、懐かしいなって思うんでしょうし、これが本当の味噌ポタのスープですから、うん、先ほどのは誤解ないように、ね、しっかり濃い味のスープですよ、そうそうっていうことをお伝えできて。ご家庭に作られる方はマニュアルでしっかりね、目分量じゃなくて、はい、例えば 100cc っていうのは、うん、まあ、一般の人が想像してるよりだいぶ少ないからね。少ないですよね、意外と。はい。うん、はい、ということで今週そろそろお時間となってしまいました。ね、はい、はい、ということで我々はこれからですね、うん、大阪府兵庫県の呼びかけに逆らってこれから兵庫県から大阪府に戻るということになりますけど、そうですね、どっかで会っても見とがめないでくださいね。黙ってスルーしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。